ましょ。さて、何をしようかしら。まず行動。人生の基本ルールね。私のターン。逃げるぞ。ここに行ってみようっと。あれ、ここが大穴の中。まるで昔の男女。じゃあ冒険する前に職業決めようよ。私は魔法使いで、でしたら私、それなら私はって、何こんなところ。もうノワールったら。何が起こるかわからないんだから気を引き締めていくわ。簡単に弱音を吐かない。ここは私たちしかいないんだから別にいいじゃん。それに私知ってるよ、ノワールってば。仕事の後にお風呂入るとあーっておじさんみたいに深くため息つくこと。何よそれ。てかそんなこと誰から聞いたのよ。ユニちゃんだよ。この間ノワールがこっそり出したコスプレ写真集と交換で教えてもらったんだ。てかなんであんたがそんなもの持ってるのよ。あれは知り合いに頼んで限定で100部しか刷ってないはずなのに。世界とは意外と狭いものなのだよ、ノワール。まさかとは思うけど、まだ持ってたりしないわよね。自分で見る用一冊と保存用一冊と布教用で3冊あるから、まだまだあるんだな。これがユニが取引に応じたことには突っ込まないよね。あら、どうしたの。気のせいだったらいいのですが、あちらからこちらに何か向かってきてません。向こう。ええ、ずっと向こうですわ。多分あれは、そう、モ
ンスターの群れですわ。しかもすごい数ね。モンスターの進行方向からの予想ですが、おそらくここの出口に向かっているんじゃないかしら。となると意地でも死守しねえとな。ですわね。あんなに大量のモンスターを通してしまったら、ゲーム業界中がパニックになってしまいますわ。ですがこの数、私たちだけでは少々荷が重いかもしれませんわね。ごめんなさい。こんなことになるならユニたちを連れてくれば。誰もあなたを責めてませんわよ。それにここでモンスターの群れと遭遇したのはあくまで想定外の事態。それに戦力を温存するのは兵法のセオリーですわ。そういうこった。分かったら二人もさっさと手紙化しろ。敵は待ってくれないぜ。そうね、分かったわ。おい、どうしたネプテューヌ。お前もさっさと。私、あのモンスター知ってる。なんでお前だけ知ってんだよ。どこで会った。まさかゼロ次元ですの。あなたとネプギアちゃんだけが言ったという、ここではない異世界ですわよね。一応確認するけど、見間違いとかじゃないわよね。うん、私のレトロゲームコレクションに誓って間違いないよ。うん、この空間が続く先はゼロ次元ですわね。ですがどうして。もう考えるのなんて後だ。今はこいつらをどうにかするのが先だ。だね。それじゃあゼロ次元のモンスターに私たちの力見せつけてやろうぜ。女神の力、目に焼き付けなさい。けど私たちの相手じゃなかったみたいね。私たちもボロボロだけど。さてこれからどうする。もう少し先に進んでみる、それとも引き返す。この先がどうなっているのか気になりますが、まずは教会への報告が先ですわね。そうね、モンスターがあれだけとは考えられないし、対策はきちんと練るべきね。ですがまだモンスターがいる場合、戻っても大丈夫でしょうか。今回の進軍は私たちが運よく発見して食い止めたものの、教会に戻っている間にまた来たら。そうね、だからといって戦力を分散させるわけにもいかないし。じゃあさ、いっそのこと塞いじゃおうよ。塞ぐ？塞ぐって何でどうやって塞ぐのよ。それはもちろんこうするんだよ。前に危ないからってネプギアから没収したレイのブツをこの辺りの壁に仕掛けてっと。うん、嫌な予感しかしないんだけど。それじゃあカウント開始。3、2、1、発破。ドン。まさか爆破で崩した壁で道を塞ぐなんて。ここの壁壊せたのね。どう？これならモンスターも通れないよね。
は一言言いなさいよね。ごめん、私もまさかこれほどの威力だなんて思ってなくて。けどまあいいわ、これでモンスターの進行が止められたんだし、早くみんなの元に戻りましょう。はあ、そんなことされると困るよね、プッチ。その声はまさか。やあね、プッチ、久しぶりだね。ウズメ、なんでウズメがここにいるの？もしかしてやっぱりこの先はゼロ次元につながってるとか？大正解。そうさ、この先はゼロ次元と超次元の境界にできた、いわば次元の狭間にできた街道。ねえネプテューヌ、あの子知り合いなの？うん、ほら前に話したゼロ次元の女神のウズメ。けどまさかこんなところで会うなんて奇遇だね。もしかしてウズメもここの調査？いいや、俺はただの引率さ。引率？けどさあね、プッチ、モンスターどもを倒すならまだしも、せっかく開いた次元の回路を塞ぐことはないんじゃないか？けどまあいいや、結果としてネプッチだけじゃなく他の女神たちにも会えたしね。うわあ！な、なんなんですのこれ。まさかこれがネプテューヌがゼロ次元で戦ったという。でもどうして？あの子はネプテューヌと一緒にこいつを倒すために戦ったんでしょ？半分正解、半分外れ。え、これってどういうことなの？どうしてウズメがこいつを呼び出すの？今さらそんなことはどうでもいいさ。何せネプッチたちはこれからこいつらと妄想の渦に落ちるんだからね。現役の守護女神を捕獲と。まさか罠とは知らずにまんまとおびき出されてくれるなんてね。さて、それじゃあ俺らも戻るとしようか。君もこれで完全体にしてあげることができるよ。うずめさん？ん？うずめさんですよね。ギアッチじゃないか。久しぶりだね。俺としてはギアッチと思い出話に花を咲かせたいところだが、でも残念ながらギアッチはお呼びじゃないんだ。君にはこれから始まるお祭りのためにも傷つけたくないんでね。時が来たらまた会おう。ま、待ってください、娘さん。お姉ちゃんを、お姉ちゃんたちを返してください。言っちゃダメよ、ネプギア。止めないで、ユニちゃん。お姉ちゃんたちが分かってるわよ、そんなこと。じゃあ止めないで、早く助けに行かなきゃ。お姉ちゃんたちが、ノワールさんだって連れてかれたんだよ。ならこんなところでもたもたしてないで、早く助けてあげなきゃ。こんな、いい加減落ち着きなさいよ、バカ。何らしくない取り乱し方してんのよ、ユニちゃん。私だってお姉ちゃんを助けたいわよ。けどね、こういう時だからこそ冷静に判断しなきゃいけないの。あんたも見たでしょ、あのでっかいのに捕まってるお姉ちゃんたちを。悔しいけど、あいつらは私たち二人でどうにかなる問題じゃないわ。だから一度教会に戻りましょう。イストワールさんならきっと何とかしてくれるはずよ。ね。お待たせ。とりあえず報告してきたわ。どう？少しは頭冷えた？理不尽よね。あんたを止めて代わりに報告までしてあげたのに、私だけ怒られるなんて。けど
少しだけど、わかるわ。一緒に戦った人が、なぜかお姉ちゃんたちをさらうわ。戦ったはずのでっかいのがいるわで、そりゃ混乱するわよね。自分でも、わからないの。どうして、どうして娘さんが、わけがわからないよ。助けて、ユニちゃん。なら、確かめに行くしかないじゃない。そして、お姉ちゃんたちを助ける。やることが決まってるわ。でも、もういつまでうじうじしてるのよ、あんたは。ロムもラムも私も、お姉ちゃんたちを助けに行くつもりでいるのよ。なのに、なんであんたはいつまでそうしてんのよ。わかってる。私も、お姉ちゃんを助けに行きたい。でも、娘さんとなんか、戦えない。娘さんに会っても、私にはどうすればいいのか。いい加減イライラしてきたわ。あんたはシスコンらしく、ネプテューヌさんを助けることだけ考えてればいいの。娘さんのこととか、あんたが面倒なことは全部、私が全部受け止めてあげるわ。だからさ、いい加減、少しくらい、私に頼りなさいよ。ね。ユニちゃん。それとも、私なんかじゃ頼りないかな。頼りなくなんかないよ。むしろこういう時に頼れるのはユニちゃんだけだよ。そのセリフ聞き捨てならないわね。ロム、ラム、あんたたちいつの間に。まったく、お姉ちゃんたちの救出作戦の準備ができたから迎えに来てあげたのに、失礼しちゃうわ。ネプギアちゃん、私とラムちゃんじゃ頼りない。そんなことないよ。ロムちゃんもラムちゃんもユニちゃんと同じくらい頼りにしてるよ。よかった。ならさっさと出発するわよ。成長した私たち女神候補生の実力を見せてあげるんだから。なら早速イストワールさんのところに行きましょう。準備ができたってことは、お姉ちゃんたちが連れてかれた先も判明しているはずよ。皆さんお揃いのようですね。そしてネプギアさんも。はい。で、準備ができたってラムから聞いたけど、お姉ちゃんたちが連れ去られた場所。はい、調査の結果が出ました。ネプテューヌさんたちが連れ、ゼロ次元。そこって前にネプギアが行ったところよね。でもどうしてそんなところに。わかりません。ですが IS さんを筆頭とした諜報部隊で例の大穴を調べたところ、ゼロ次元とつながっていることが判明しました。じゃあ、あそこを通ればゼロ次元に行けるんですね。それが無理なのよ。途中から壁が崩れていて道が塞がっちゃってるのよ。
その周辺を調べてみて分かったんだけど、大規模な多分向こうから押し寄せてくるモンスターたちを足止めす、ま、結果としてこっちからもゼロ次元に行けなく、じゃあどう、それなら、それが今のゲーム業界じゃシェアエネルギーが足りなす、そんな、落ち込まないでくださいネプギアさん。もう一つ秘密結社が狙っていた例のゲーム機ですが、専門の機関で調査した結果、これこそゼロ次元への転送速、なぜこのゲーム機がそのような、ですが付属していたディスクを入れ電源ボタンを押すことで、そっか、だからあの時私とお姉ちゃんはゼロ次元に飛ば、しかしこのゲーム機で転送できるのは一人か二人、それならさっさとゼロ次元に行くわよ、早くお姉ちゃんたちを助けてあげなくちゃ。けど私たち前はギアちゃんと二人のネプネプとうずめさんの四人でやっと勝てたんですよね。それでしたらゴールドサードの皆さんに協力をお願いしてはどうです。わかりました。確か B 社さんは中古さん、ええ、教会からの仕事がない時だけだけどね。それがですね、なんだって、あのネプネプたちが捕まったの。ネクストフォームがある、ネクストフォームに変身する暇もないから、特撮でも新フォームのお披露目会の後はしばらくすると不自然なくらい苦戦し始めるけど、さすがにネプネプそのフラグ回収能力侮りがたしだね。それでお姉ちゃんたちを助けるために B 社さんに、マイロー、なら1000クレジット課金って言いたいところなんだけど、正直どういうことですか。パッ、違う違う、ほらこの間ネプネプたちをパワーアップ、そのせいか前みたいなチッだからついていっても足手ま、何弱気になってるんでちゅの。助けたいならそんなことうじうじ言ってないで助けに行ってくればいいじゃない。女は度胸、何でもやってみるでちゅわ。分かったよ店長、助かるわ B 社。けど一つだけ条件がある、私と戦って。分かったわ、あんたの力。見た目に騙されると次の誰に会うわよ。しびれるわよ。私の番ですね。全開リミッター解除、ビームシティ
ですね。ガブっちゃいなさい。まだだ、まだ終わらんよ。覚悟しなさい。見えるよ。華麗に決めるわ。私にも敵が見える。しびれるわよ。いや、私の番ね。アイテムを使ってあげるわ。頑張ってください。引くことだけはできません。力を発揮できないよ。そうかな。それじゃあ店長、私頑張ってくるんだよ。そういえば私がいない間お店は大丈夫？そうでしょうね。もともと一匹でやっ、それなら私にいい感が。お待たせしたで。コンパちゃん急にデートなんて。おいらまだと。B 社さんがお店に出れない間は代わりに。我中に接客業が務まるとは思えないで。あの、誰かおいらにこの状況教えて。リンスン、
私はアイエフ、ゲーム業界の一時の壁よ。覚えておきなさい。到着。治療は私に任せるです。
上腕二頭筋長頭腱炎並みに大変じゃないか。興味ないね。さらわれるということは所詮はその程度だったということだ。そんな言い方。そうだ、ミーシャさん、また、はい、やった。おい、卑怯だぞ。あら、S 社がこ、ただし条件がある。私と勝負だ。逃げ回れば死にはしないよ。決めるわ。どこ見てるのよ。私は思い出にはない。感じるな。恐怖。目が霞んで照準が定まらない。特製の弾よ。私の番ですね。興味ない。見つけー！
ってよ。ピーシャ誕生。目が霞んで照準が定まらない。これでいいのかな。頑張るね。ごめんね。えい、ごめんね。死んでしまうと。ごめんなさい。何事だ。もうやだ。レベルアップ。すごいすごい、力がみなぎってくるわ。やったー。はーい、レベルアップだ。デスーシャさんが仲間になってくれれば100。どうせさ、私はアイエフ、ゲーム業界に吹く一陣の風よ。覚えておきなさい。ワールさんをさらったウズメって子。いいよ、私最近は実戦からも。そんなことならおい、よし、いつでも次のターゲットはあいつね。
使命を果たす。消えろ。おっと、次のターゲットはあいつね。華麗に決めるわ。撃って撃ち当てるわ。泣いて謝ったって撃たないんだから、決めちゃえ。痛い。私も頑張る。サムちゃん、何をしようかな。いいセンスけど、 B 社目標を補足。こういう助かったわ。待たせたね。さあ、サムちゃんと華麗に決めるわ。さあ、 B 社の番ですね。私も女神様が愛す。狙い撃つわ。落ちなさい。ターゲットロック。忍者目標を補足。なるほど、ブランちゃんがいない。だから力を貸して。シーシャさん、協力してあげたいのはやゴールドサードとは言っても。じゃあ私たちが、こういう時だからこそ。おいおい、なんだか物騒なこと。けどそうだね、今の私私だって
できるところを見せてあげます。このスタイリッシュに行こう。ワク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 、国に帰るんだな。行くでーす。B 社目標物、いざ陳述。本日で行きます。待ってたです。準備 OK です。よいしょ、うまくなってよ。これ私の番ですね。準備 OK です。水はふいふいしたした。 B 社なかなかやるね。楽しすぎて狂っちまう。 OK Are you ready? OK Are you ready? OK 待ってたです。準備 OK です。 B 社目標を補足。ゴールドユニット到着。ゴールドサード B 社。これならブランちゃんを助け、この体に傷をつけてみる。殺すぞ。
旅も悪くはないな。ご飯でも行こうか。仕留める。相手が悪かったわね。レッツパーティー。はあ、クライマックス。ここだ。大当たり。無事に旅立たれたようなので、私の仕事を始めましょうか。あの大穴が開いた時から観測され始めていた次元の揺らぎ、悪いことの前兆でなければいいのですが。
次元か。なんだか殺風景な場所ね。建物もみんなボロボロじゃない。ここちょっと怖い。でここからどうするの？あんた。うん、この町とここだから。そこに、そういえばあんた、うち実はそれが全然ダメで。だからユニちゃん。当たり前よ。冗談よ冗談。さあ早く行きましょう。道案内は任せたわよ。まさかこんなに早く。懐かしい顔に再会。教えてリンス。出発です。ここがうずなんだかボロっちい場所ね。本当に住んでる場所はもっと別のところだよ。ここは敵と戦う。へー、秘密基地かっこいい。どうしたです？キアちゃん、顔色が悪いですが大丈夫ですか？うん、大丈夫ですけど、ここにはいない。おーい、ギアッチ。お娘さん、久しぶりだな。いや、まさかこんなに早く再会できるとは思ってなかったぜ。動かないで。なーにが再会できるとは思わなかったよ。こっちはあんたと喋る。おいおい、何の冗談だよ。なあ、騙されないわよ。お姉ちゃんたちもそれで油断したんだろうけど。お願いです娘さん、お姉ちゃんたち。ちょっと待てよ、お前ら何を言ってるんだ。嘘ね。私たちはあんたがダーク女神を使ってそれでも白を切るってのなら。そうだそうだ、返せ。おい、今何をいきなり。て打ちたきゃ打てばいいさ。だがな。待って、ユニちゃん。ネプギ、ユニちゃん。じゅけどこいつ、お願い。わ、せっかくギアッチと会えたと思ったのに。ま、ごめんなさい娘。けど訳ありみたいだな。しっかりしないとね。事情は理解した。ババアが生きていたとはな。それに本当に。だから違うって何度も言ってるだろ。行けるなら真っ先にギアッチたちのところに遊び。これはあくまで私の予想なんだけど。けど
最初に会ったあいつはネプギアを知ってる感じだったわ。それに呼び方やせ、謎が謎を呼んで頭が。じゃあ次は俺からの質問だ。ギアちゃん、お姉ちゃんたちをさらっていったんだから間違いないわ。そうか、やっぱ実はな、昨日の夜に最初は寝ぼけて何かと見間違えてるんじゃないかと思ったが、どうも。で調査してたら海尾がギアッチたちを見かけたって言うから。そうだったんですね。じゃあ私となら決まりね。アイエフの言う通り、お姉ちゃんたちを油断。それならネプギアやウズメは気をつけた方がいいかもしれないわね。一歩間違えてたら同士討ちになっていたわ。それが偽物の狙いって可能性も捨てきれないわ。あのウズメさん、ところでウミオ、ウミオならダーク女神を目撃したっていうモンスターたちに話を聞きに行ってる。やあ、待たせたねウズメ。そして久しぶりだねギアッチ。の見た目、やはり白身魚だろうか。丸焼きもいいが、ムニエルも合いそうだ。ウミオ、いきなりだが、悪いし。なるほど、そういうことか。お前は何か知っているのか。玄関をつなぐ穴というのはまだ確認できていない。そして彼らの話を目撃時間ごとにまとめると。黒糖か。うずめさん、黒糖には何があるんですか。何かあるどころか、あそこには何もないぞ。もしかしたらこの一件はもちろん花からそのつもりだ。ネプッチがこっちの世界にさらわれたってなら借りを返す、そういうことだギアッチ。ありがとうございます。こっちの世界はまだわからないことが多いので。私は大丈夫。他の人を見てくれるかい。
なんだそんなことか。気に、それに気づいてたんですか。ギュアッチの性格上、仮に俺が本当にネプしっかりしてるように見えるけど。わかります。ネプギアの気になるなら自分の目で確かけど、そんな性格ユニッチも苦労してるんだな。ユニッチ、そ、かわいいだろ。友情の証だ。あ、それどうしてですか。それが手っ取り早く、ギアッチにはタメ口な分、そのつもりは。それに別に俺はそっちの世界の女神じゃないんだし。女神とか。わかりま、わかったわ。時々ぎこちの、改めてよろしくね。ですね。ああ、よろしくな、ユニッチ。だいぶ歩いたし。でしたら私ちょうどおにぎり。お、ギアッチの飯か。はい、どうぞ。味付けご飯のおにぎりです。ありがとう、ネプギアちゃん。どうしたの。おにぎりの中にしいたけ。ロムちゃんしいたけ嫌いだもんね。けどこのおにぎりでも椎茸嫌い。好き嫌いはダメだよラムちゃん。せっかく農家の人たちがね。ウズメさん、おお、そうだな、農家の人のためにも好き嫌いは良くないよな。嫌いしてるとうずめさんみたいにかっこよくな。もちろんかっこいいうずめさんは。うずめちゃん、聞くまでもないわよロムちゃん。うずめに好き嫌いなんてあるわけないじゃない。ああ、俺には好き嫌いなんてないね。じゃあ食べてみて。な、それはちょっと。やっぱり。なんだ、かっこ悪いの。かっこ悪いだと。わったよ、食えばいいんだろ。食えばいいか、よく見とけよ。この俺のかっこいい食い玉を。はん、一口で食べた。かっこ、うめえ。なんだこれ、出汁がいい感じ。まさかこんなにうまい椎茸があるなんて。うずめさんに食べてもらいたくてがん、やったねロムちゃん。うずめも椎茸ここ。ああ、また一度作戦。到着したよ。ここがこの世界の果てさ。本当に何もないんですね。けどどうやって進むの。どうする、うずめ。まずい、みんなどこ。なんなのよ。びっくりした。やっぱりか。あの、どうしたんですか。そういえばギアッチ、こいつ、この数字
次元座標。話が早くて助かるぜ。ギアッチたちが帰った後、しばらくして今みたいな揺れがゼロ次元全土で何度も観測されたんだ。でギアッチが改造してくれたこいつで片っ端から原因を調べていったら、わずかだがこの数字が動いていることに気づいたんだ。というのは本来絶対的なものであり、数値が変動することはありません。ですが数値が動いているということならば、それはこの次元そのものが移動しているということになる。そうだったのか。けど移動…待ってください。そのすこれが私たちの蔵以前のゼロ次元の次元座標は、そして今のゼロ次元の次元座標は、わかりません。次元の座標が動くなんてことあり。けど動いてるんだよな。あ、そういえば、ああそのことか。モンスターたちからシェアを得られるようになったおかげか。ただ新しく作ったゲーム機を売るために販売が波に乗り始めたと思ったら、でもそんな記憶でもないよりはあっ、そうだな。けどおプラネデューヌ、プラネデューヌ、それがお前の、いや俺の国の名前だ。その姿、ヤッホー、ネプギア、また会ったね。元気してた？お姉ちゃん。いや、はじめまして。俺、こうして会うのは初めてだね。てめえが誰か知らねえが、そいつはギアッチの。そんなことは当たり前さ。俺の国の延長。どういうことだ？それは俺が。君の知らないことすべてさ。そうだね、特別に教えてあげよう。そうなるとどうだい、至ってシンプルな回だろ。とっても超次元。さてはネプッチの誘拐もダーク。残念だけどそれはまだ答えられない。それに今日は別の用があってきたんだ。ギアッチ、秘密結社から取る。目的は何ですか？質問に質問で返すなんて感心しないな。あんたね、アフィモージャ。へえ、よく気づいたね。正解だよ。何が目的か知りませんが。まあいいさ、手間はかかるが。あ、待ってください。どうしておね。ああ、そういえばそうだったね。けど時が。待ちなさい、ネズギア、急いで。出発です。バトル1回につき100クレジットの課金ね。
あの二人の痕跡をたどってきたのは暗闇の中に星。すごい、まるでお星と。確かにこれは驚いたな。ああ、見たいならまた後で来ればいい。たちを返して、知ってることを洗いざらい吐いてもらうぜ。へえ、しつこすぎるぞ。あいにく一度髪。いい加減ノワールさんを。むむ、多勢に無勢なんて卑怯だよ。戦いは数だよ、大きいネプネプ。チャンス
スは最大。チャンスねえ。君たちの相手はこの子だ。はいはい。ゲイタ、ここまで追い詰めて逃げられる。戦いとは常に2手3手先を読んで行うものさ。バイバーイ。待ってください。追うも引き返すも戦いは一瞬で決まる。狙い撃つわ。迷いがある方が負ける。逃げられたか。ここも
いや、まだだ。本当だ、逃走用に使ったゲートが開きっぱ。十分あり得るわ。別次元の別、多分この先はあいつの拠点か。お姉ちゃんたちが囚われていると、まるでゼロ次元の果てのように。何もこんな壁も何もないところ、興味はないね。全く別の場所に転送されたみたいだな。そうだね、みんなも疲れているようだし。さてネプテューヌ、君は大事なこと、ゲート閉じてないだろう。しまった！私としたことがすっかり忘れてたよ。抜けているのか、それともわざけど、ゲートを閉じずに彼女たちを新次元に招き、あれ、もしかして君の利用価値など、その標本、いやその標本のマジェコは何でしょう。ネプッチを始末しろ。ちょっとどうしたのさ、ウズメッチ。やれ。確かに補給船の確保は重要だ。いいんじゃないかしら。けどここ細かいことなんてどうでもいいよ。それよりも B 社に賛成。そうですね、皆さんなら俺はちょっとこの休まなくてもいいのか。このくらい運動したうちに入らねえよ。それなら私も一緒に行くわ。なら私も一緒に。